皆さんこんばんは。いっぺこっぺの森里ゆりかです。でーす、もう早速今美味しそうなもつ鍋が見えてるんですけども、はい、今回は南薩摩市にあります焼肉たまじのさんにやってきました。なんとね、もう最近我々もつ鍋ブーム来てますよね。ちょっとね、なので、先ほど砂の祭典を見て、やっぱりいい雰囲気に至ってきたので、もうどうしてももつ鍋が食べたいということでね、こちらもお店に来させていただきました、はい、では早速もつ鍋食べていきたいと思います。いただきます。あ、もうめっちゃ美味しそう。お腹空いた。今日だって姉さん仕事終わりでしょ。そう、看護師さんしてきましたよ。いやでもこんな美味しそうなもつ鍋にありつけるなんて幸せじゃない私たち。めっちゃ幸せよね。これさ、でも焼肉も食べたいよね。もう食べたいね。ちょっともつ鍋も食べたいし焼肉も食べたいし、お腹がどんだけ大きくても足りないよね。あー美味しそう。では運命の一口目、いただきます。どうぞー。お、どうよどうよ。プリプリ。あ、プリ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 。はあ、あ、しめる。あ、とろけてる。あ、もう全部食べよう。あ、おいもうカメラガン虫で食べ始めた。うまい。そりゃうまいでしょうよ。うまい、やばい。あ、しかもさ、おかわりのお野菜ここにあるからね。うん、いっぱい食べて、食べちゃおう。食べて食べてねぎらってね、いいね、おいしいもんたくさん食べて元気をチャージしましょう。ほんと止まんないね。熱いでしょ絶対。インスタの方が上回ってんだよ。本当？うん。もうさ、毎週末私たち餅食べたくなってるじゃん。本当に。ね。気づいたら姉さんといつも餅鍋食べに行く気がするけどさ、なんだかんだ動画で撮るの初じゃない？そうかも。餅鍋特集とかちょっとやりたい。ね。いつも。めちゃくちゃ美味しいって相方が言ってます。私今から一口目をいただきます。あ、いい香りがしてる。そしてね、私ね、このもつ鍋の決め手ってやっぱもつも大事だと思うんだけど、お野菜だと思うんだよね。確かに。わかる、うん、ではお野菜いっちゃいます。うん、うん、待って、めっちゃうまい。美味しいっしょ。キャベツにね、だしがしみしみでしょ。超柔らかい。美味しい。もうね、この口の中でとろけるお野菜最高で、で主役のもつくんですよ。美味しいです。はい、もつの臭みが全くなくて、うん、プリプリで美味しい。柔らかい。そしてオーナーさんがめっちゃいい方。オーナーさんの口笛が聞こえます。わあ、もう本当無心で食べちゃうねこれね。どうしたどうした。もつ鍋ってさ、キャベツと、ニラと、豆腐、もつ、玉ねぎって。お、玉ねぎ。お、確かに。え、どうだろう。入ってるお店もあるのかもね。うん。玉ねぎってもつ鍋って入れるんですか。入れなくてもいいんだよね。そうなんだ。本当だったらもう野菜で保ってほしい。あ、なるほど。時間がなかった。
玉ねぎがトロトロで美味しいよね。新玉ねぎだからね。あら、通りで美味しいわけだ。甘みがあって美味しい。やっぱこの時期ならではだね、新玉が食べられるっていうのはね。ですね。冬とは全く違いますよ、ね。このさ、オフシーズンっていうかこう鍋の季節じゃなくても食べられるって本当ありがたいよね。このもつ鍋好きの我々にとってはさ、もつ鍋に出会えて感動しているよいい顔するねはい、はい、ご飯入れます。元シェフが、お、元シェフが自虐ネタ入ります。ちょっとずついく派なのね。まずは。そうなんですよ。まずは一口。ね、いただきます。どうぞ。やけどしないでね。顔で表現してる。おいしい。もう家族にしか見せないような顔したね今。美味しいね。出汁が本当ちょうどいい。本当。本当に。いやー、ちょっと私食べたいんだけど。私も食べたいんだけど。変わる？変わってくれる？うんうん、おーっと。え、待って待って。え、じゃあ全部食べるのこれ？もしかして？うん、ほほほーい。変わってほしいな。食べたいな。止め。いや、怖い怖い怖い。オーナーさんの愛とゆりか姉さんの愛が、はい、私が作ったんだよダブルで入った。よっしゃ、いただきます。はい今カメラに映ってないと思うけど、足めっちゃバタバタするぐらい美味しい、うん、めっちゃ躍動感あります。この一杯のために私は生きている。あ、うまい。明日からも頑張れそうだね。頑張れる、うん、これは頑張れるよ。もう一年中食べられるね。うん、本当に。うわ、ですよ。幸せです。ありがとうございます。はい、ということで、はい、どうも、どうもありがとうございましたもう突然でびっくりしました。すみません、また見物が。いや、とんでもないです。もうめちゃくちゃ美味しかったです。最高のもつをね、今日作りましたので、ぜひ皆様も遊びに来てください。はい、お待ちしております。もう店長さんの愛がたくさん詰まったもつ鍋をいただいたので、はい、次は焼肉をね、ぜひ行きたいなと私たちも思っております。はい、焼肉が本業ですので。ぜひ皆さんも南さつま市焼肉鹿児島さんにお越しください。待ってます。